フリードリヒ・ミーシェル・ヨハンネス・フリードリヒ・ミーシェルは、スイスの生理学者、生科学者、医師である。1869年に、細胞核中に核酸を発見して、ヌクレインと命名し、核酸研究の始まりとなった。バーゼルで出生。父親と、おじは、バーゼル大学の解剖学の教授であった。少年期のチフスで、軽い聴力障害が残った。 バーゼル大学で医学を1865年にゲッティンゲン大学でアドルフステッケルに有機化学を学び病気による一時休学を挟んで1868年に学位を得た聴力の懸念から医科学の分野に進み中便ゲン大学でフェリックス・ホッペザイラーの指導のもと白血球を研究した病院から包帯などを入手して 研究材料を得るのは容易であったが、細胞を壊さずに分離するのが困難であったことから、科学的な溶解方法を開発し、細胞を分離して、さらに核の分離を行い、1869年に、白血球細胞の核から、様々なリン酸塩からなる、化学物質を単理し、これをヌクレインと名付けた。核酸研究は、当時あまり重要性を認められなかったが、20世紀に、 入って、アルブレヒト・コッセルラによって研究され、遺伝学の分野に大きな貢献をすることになった。ミー・シェルは、その後、ライプツヒ大学のカール・ルートビヒの下で、生理学を学び、バーゼル大学の生理学の教授となった。呼吸によって、血液中の二酸化炭素濃度が調節されることも、示した。ダボスで没。1970年に、 バーゼルのチバウント外技医者の研究所がフリードリヒ・ミーシェル研究所と命名された。フミーは1969年から薬学に貢献した研究者にフリードリヒ・ミーシェル賞を送っており、スイスで権威のある薬学の賞となっている。ありがとうございます。